ここに水星があって、上にこれが金星で、これ月なんで、ちょうどこれ一直線にあるんで、多分これを水平線までこう来ると。ジャロブラ。ナマステエブリワン、チャロブラザーズの沢地です。早速ですが、去年の年末、デリーからいろいろありながら、インドの離島、アンダマン諸島のハブロック島へ行き、そこで年越しを過ごしました。今回は皆さんにそこでの過ごし方を5つ厳選して動画でお伝えしたいと思います。それでは行ってみましょう。チャロ。第5位はサイクリング。ハブロック島は全長 18km の島。端から端までの距離は 8km です。歩けないこともないのですが、自転車に乗って風を感じるのがおすすめです。街にはレンタサイクルのお店がたくさんあり、1日200ルピーで貸してくれます。ちなみに国際運転免許証を持っていればスクーターを借りることも可能です。より爽快に移動を楽しんでみてはいかがでしょうか。第4位はシーフード。周りを海に囲まれたアンダマン諸島は言うまでもなくシーフードの宝庫。魚に貝にエビにカニ、何でもあります。特に感動したのがこのロブスター。どのロブスターを焼くのか、そしてソースを何味にするのか選んで待つこと20分。照り輝く赤い殻、引き締まった身、そして何より噛めば噛むだけ旨味汁がたくさん溢れ出てきます。目でも舌でも楽しめるアンダマンのロブスター、ぜひ一度お試しあれ。第3位はパーリー。ビーチリゾートで有名なこの島では、連日連夜どこかしらでパーティーが開かれています。今回は年越しということで、カウントダウンパーティーに潜入。まずは生バンドによる洋楽演奏から始まり、盛り上がってきたところで、インド名物パンジャビダンスパーティー。そしてカウントダウン。一人旅だったので、さすがにこの瞬間は一抹の寂しさを覚えましたが、団体で来れば楽しめること間違いなしです。第2位はダイビング。南国の定番スキューバダイビングを楽しみましょう。ホテル街にはダイビングショップがいくつもあり、そこからダイビングスポットまで車で送迎してくれます。ダイビングするのは初めてでしたが、今回はこちらのムンバイから来た日本のアニメーション大好き、お気に入りは銀魂という先生が優しく教えてくれました。15分ほど軽くレクチャーを受けたらいざ浸水。そこにはサンゴ礁と熱帯魚、まさにファインディングニモの世界が広がっています。日頃の疲れを魚たちに癒してもらうのはいかがでしょうか。第1位はビーチ。アンダマンに来る人でビーチを目当てに来ない人はいません。島にはメリーメリービーチが存在します。まずはラダナガービーチ。ここは砂浜の横幅が最大、波が穏やかなので子供連れでまったりするのにベスト。次にエレファントビーチ。その名の通り、昔は象と一緒にダイビングできることで有名でした。奥まったところにあるので、みんなフェリーに乗っていきますが、またその風が格別。行きと帰りは同じグループでセットで行くので、インド人とその場で仲良くなって一緒にマリンアクティビティを楽しんでみてもいいかも。さらにこちらはカラパタールビーチ。島の南部にあり、こちらは波がやや激しめなのですが、商店がたくさんあるので T シャツなどローカルなお土産をたくさん買うことができます。さて、そんな数あるビーチの中で最も良かったのがホテルのプライベートビーチ。客室から歩いて1分、泳ぐもよし、肌を焼くもよし、酒を飲むもよし、本を読むもよし、周りを気にせず静かにゆっくり楽しめます。極めつけは日の出。一旦黙りますので、ごゆっくりご覧ください。
いかがでしたでしょうか。この動画を見てアンダマンに行きたくなったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画まで、シャロー。動画を見ていただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ば、おチャンネルのご登録、いいねとお言葉、お SNS と、お SNS は、ごめん。